やべえな、激しいな。これ確かに適当にコマンドを押すとなんか、お、できた。幼い頃から仲間たちともにいくつの戦いを繰り広げた少年悟空。まああれなんだよな、こう適当になんかグリ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 ってなんかあの R ボタンとかなんかもう適当に押しまくるとなんかまあ隠しコマンドみたいななんかキャラクター出てくるんだよな。生まれ変わったピッコロと悟空は天下一武道会の決勝戦で再び対決する。なかなかいい顔してんな、なんかお前ら全員、お前ら全員いい顔してんじゃねえか。正解するなんて俺が絶対させねえぞ。貴様を倒せばすぐこの俺様のものだ。ピッコロいいな、俺ピッコロ結構好きかもしんねえ。てんててててててじゃあまあ曲を聴いてっか。じゃあスーパー武道伝2はやったんだ、遠い昔に2はやった記憶あるけど、まあちょっとまあ格闘系ってのは悪くないんじゃねえか。ててれてんててて、まあこれコマンド全然知らないけどな、全然知らないけどな、なんかどういう風にやるのかみたいな。てん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 、割とまあ本格的だな、なんかな。一周したかこれは。てん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 、オプションゲームランク普通、まあじゃあスーパーでいいよ。オート、オートいいな。キャラ復活、キャラ復活なしありってなんだこれ。あ、そういう感じ、そういう感じか。じゃあね。誰で、そう来なくちゃ。なんかあれか、続きやんの。これはあのなんかあれっぽいな、あれだろ多分、なんかあのコンテにしますかみたいな。いきなり始まんのかよこれ。ドゥアー、めっちゃ強いし、いや強すぎだろ、なにこれ。いきなりなんかこれ死にまくってんじゃん。やばい、なんかピヨってピヨってピヨって、やばいやばい、危な。うわ、しかもこれあれか、なにこいつ、ピッコロ強すぎる。しかもなんかすげえ、なんか俺何もできないんだけど。ほっ、てめえ、おい、それはなんだ、それどういうつもりだ貴様。強すぎる。お、強いなこれ。恐怖の満ちたせいマナスが復活してやるって分かった。まあ、魔界の男なんだな。まあ適当にやってくれ。続きやんの。ああ、さっきのあれな、どこでくちゃ。こんなすげえぞ、初めてだぞ。悟空はなんか成長すればそれをどんどんあれだから、人間味がなくなっていくからな。こういうはざわに若くするぞ、バカか。このピッコロ様にかなうと思うか。オーラいくらでもやってやるよ、いくらでもやってやるよ。ででででってでキシュ、よーし、ほら、はめてやる。おい、てめえ、さっきよくもやってくれたな、お前。さんざつきかってやりやがって。こっちは最強のな、最強の蹴りがあるんだよ、こっちは。それはなんだ、それは腕を伸ばすんじゃねえ。よーし、ちょっと完封してやる、いいぞ。バカ野郎、ここで蹴りをするんだ。よーし、いいぞ、それではこうだ。何してくれんの、お前。いかにしろ。よーし、いいぞ。ふっ、いいぞ。そういうことだ。いいね。おい、てめえ。お前、いかにしやがろ、お前は。ふっ。よーし。いいぞ。そういうことだ。ずっとジャンプしろ、お前は。バカ野郎が。よし、いいぞ。ずっとバカみたいにジャンプしろ。よし、それでいい。お前それでいいんだ。永久的にずっとそうやってろ、バカみたいなこと。あ、大丈夫か、弱くなっちまったのか。よし、お前それでお前終わりだ。お前散々俺を痛めてくれ。お前のこれ十分だ。甘かったな。お前の攻略法も分かってんだ、バカ野郎が。お前のことはもう分かってんだよ、散々やり合ったからな。お前の強さいつでも一歩超えてみせる。その通りだ、超えるぜ運命。いだけデターミネーション。次誰だ。お、一般な死闘の末ピッコロ大魔王を倒し天下一武道会に優勝して5年、宇宙一の戦闘民族サイヤ人が地球にやってきた。5年も経ったんだ。圧倒的なパワーを持つ超エリートのベジターで相手に悟空ピッコロの地球最強の2人が手を組んだ。まあ悟空だろ、最強の戦士が誰なのかはっきりさせてやるぜ。まあちょっとピッコロも使いたいんだけどな。まあでもまあ悟空でしょ。あ、ちょっと上がってるね、体力。てめえ、おい、やってくれんじゃねえか。お前そんなんで俺を倒せると思ってんのか。甘いよ。おい、ずいぶんとよ、ふざけた技を使うの、お前は。まあそのカウンターみたいな。お前こっちらな、下蹴りガンだぞ。おい、てめえ、絶対許さんからな。次ピッコロだ、お前が行け、お前がやるんだ。貴様なら下級選手が俺に買うのか、てめえ。お前自分のやってること分かってんのか。悟空が死んだ。死んでしまうだ。
このピッコロ様にかなうと思うか。お前ら自信ありすぎだな、なんか全員。おい貴様、お前そんな勝てると思ってんのか。俺にはジャンプ切りがあんだ。てめえ、ちょっと逃げよう。ふっ、甘いわ。こういうことなんだ。ふっ、俺はこうやって攻めていく。おう、どうした。てめえ何してくんだお前は。そうなもん全部跳ね返してやるよ。ふっ、ドゥイ。ガードして死んだ。強すぎる、あまりにも強すぎるわ。ベジータさんを舐めるなよ。昔から噛んでんのお前な。もう強いの。やるよ。あっさり倒してやるぞ、マジか。じゃあそのあれを見せてくれ。どんだけ強えんだあいつは。そこはあの戦法が効かないな俺の。先ほどとはわけが違う。これめっちゃ暗いわけだって。よし来い、バカ野郎が。なんだそのしょぼくれたキックが。てめえ、お、空中戦か。いいだろう、空中戦俺の得意とするところ。まあ悟空だな。よーし、あのお前エネルギーだに弱いのかお前は。降りてこい、てめえ。ふら、甘いわ。この音を見たか、これズガーン。お前はこれによって倒されるんだ。お前はお前エネルギーだ男だから、お前はそれによって倒される。甘いわ。そして俺はこれを撃つ。俺はさらに撃つ。そしてさらに撃つ。バカ野郎が。そしてさらに撃つ。もう一回撃つ。甘いわ。はあ、いい勝負じゃないか。いい勝負をしよう。どうだ。ほっ、まあいいっす。よーし、来たぞ、てめえ。おい、ズーム好き勝手やりやがってよ。お前もエネルギーなら絶対に効くという性能は分かってる。お前のその性質は。ただ、打ちすぎると危ないからな。ある程度、ある程度、まあ。ほう。俺も同じ技出せるようになったぞ。この野郎。そう、これカウンターか。なんだ、こいつ。ほっ、どうした、どうした、その程度か。よーし、俺は地上戦が得意なんだ俺は。ふっ、貴様、中距離だな。こいつは中距離でいかないとダメだ。ダメだこれは。やばい、ファイナルラッシュが来る。打ち返せ打ち返せ打ち返せ、どうにかして打ち返せんだ。はっ、おい、このクソ野郎どうにかしろ。こいつはどうにかしろ。よし、ピッコロならどうやって出すんだ。お、これか。ほっ、ん、今どうやってやった。ふっ、よし、待て、てめえ、ずいぶんと使ってやりまってよ。ほわっ、強すぎ。殺しやがれ。うお、ピッコロー、いい勝負。よし、いいぞ。さすがピッコロだな。さすがピッコロさん。よし、よし、よし、どうした。これなんだ、ピクニックでもやってんのか俺たちは。おいおい、ピクニックでもやってんのか俺たちはよ。談笑かてめえ。散々好き勝手やってくれよ。待ってよ、もう逃げんじゃねえ。いや、降りてこい。トトロ降りてきやがれ。よし、それでいいんだ。散々好き勝手やりやがって。お前ガードしねえな。お、あ、な、な、なに今の。いった、どうやって撃った。開口戦、今の開口戦撃ったな。少しはやるようだが、戦う相手が悪かったな。ベジータの弱点発見したぞ、開口戦。